はい、皆さんこんにちは、たかままです。今日はですね、前に動画で紹介というか質問があった無地 T を紹介してくださいっていうコメントがあったので、今日はそれを紹介しようと思います。じゃあ早速やってみましょう。いきましょう。はいはい、てなわけで、僕がもう超おすすめしたい無地 T、まあ、白 T を着ることがもうほとんどですっていう Q&A の動画でも話してたんですけれども、何を着てるかというと、このアルスタイルというブランドの T シャツをもう非常にもうほぼ一年中着てましたね。で、まあこれブランドのストーリーというかヒストリーみたいなことをちょっとまあ紹介すると、1970年代ぐらいに、まあ、カリフォルニアで、生まれたブランドですね。で、そこからつい最近有名なギルダンっていうメーカーに買収されたそうですね。これを知ったのが2年ぐらい前だと思うんですけど、教えてもらったんですよ、これ無地 T これがいいっすよみたいなことでですね。まあ、実際に何がいいのかというと、一番の決め手はこの音数、6音数なんですけれども、だいたい普通の T シャツだといろいろありますけど、まあ、5音数かもしくはだいたい7音数とか、ユナイテッドアスレとかは確か7音数ぐらいだったと思います。で、あとフルーツオブザルームとか、その辺は5音数ぐらいだったかな。基本的に6音数ってどのシーズンもね、着れるすごい万能な厚さになってますね。でですね、リブの厚みだったりとか、その質感が一番僕はすごい好きで、なんていうんですかね、このアメリカらしいというか、ちょっとこの荒っぽさがある乾いた感じのドライなタッチが意外と他のブランドでありそうでない作りというか、この肌触りが相当気に入っちゃって、でこれも去年だけで多分6、7枚ぐらい買って、でまあ結構くたびれてきたら、まあ、そのまま着るか、もしくは新しいの買いたく買い足していくかとかしてるんですけれど、これ以外の T シャツ逆に着なくなりましたね。なんか昔はそれこそね、コモリのポケティとか、あとはまあそれこそオーラリーとか、ドメスティックブランドの T シャツ着ることも多かったんですよね。でまあね、まああれもいいんですよ。ただですよ、まあ、やっぱりそれを T シャツってほぼほぼ毎日着るものだから、やっぱ消耗がすごい早くて、そうなってくるとそんなにね、T シャツになんかあんまりお金かけれないなと思って、他になんかお金をかけたいというか、 T シャツはせめてなんかあんまり気張らずに、もう安いものをね使ってこっていう風に至りました、考えが。あとはそのマスタードっていうファッションキュレーションサイトあるじゃないですか。あれでも無地 T を徹底比較みたいな企画確かあったと思うんですけど、無地 T マニアックスだったかな。それでも実はこれ紹介されてなくて、まあそのヘインズとか、まあ、チャンピオンとか、まあ、もう有名な、まあ、ユナイテッドアスレとか無印とか、もうユニクロとか、あとはまあサンスペルとかもあったかな。まあいろいろ紹介してて60回ぐらいやってる企画があるんですよ。それでもこのアルスタイル載ってなくて、僕が見た限りだと。なんかこんなにね、すごいいい、値段もちょうどいいし、質感もいいし、なんか火の打ちどころがあんまりないのに、なんかなんで載ってないんだろうなってちょっと僕は思ってたんですけど、まあそれは置いときまして、古着好きな人だったらわかると思うんですけど、よくあるのがバンティ、80年代から90年代ぐらいのバンティでもよく使われているボディになります。A が3つこう並んでるタグがあるんですよね。それが、まあ元となるというか、
というかむしろバンティーですごい使われているたブランドになります。で今僕ももう着てるんですけど、基本的に M か L サイズ着ることが多くて、でそれはまあ何かっていうと、秋冬でよくやってたのが、その暗いもの同士のトップスとボトムスを合わせるときに、ちょっと裾だけ見せたいみたいなときあるじゃないですか。でその時に上から重ねる着るものの服に合わせて、まあ、M サイズなのか L サイズなのかで調節することが、まあ、結構多かったですね。まあ、今はもう薄着になってきてる季節なんで、まあ、あんまりこのサイズ関係なくもう収納してるとこからバッて取ったやつを、まあ、そのまま着るみたいな感じで、あんまりサイズ感は気にせず今は着てます。でですね、僕が今着てるサイズが、L サイズになりますね。まあなんか本当にもう何の変哲もない感じなんですけど、別に特にオーバーすぎることもなく、ジャストな感じでもなく、僕にとってのちょうどいいサイズ感ですね。でまあ他の M サイズとか L サイズの詳細の着用感は調べると出てくると思うので、まあそちらを見てもらえればなと思います。あとはですね、まあなんだろうな、強いて言うなら、まあ、結構色のりがすごいいいらしいんですよね。なので、色移りはめちゃめちゃ注意した方がいいですね。僕が昔クリーニング屋さんの友達にこう、クリーニングを出すっていう動画を作ったんですけど、シャツとキャップを出したんですけど、T シャツに色移ったみたいなこともあったりしたんで、染めたりするのには結構向いてたりする。その染色したりとか、そのプリントのノリがめちゃくちゃいいんで、そういうものには向いてます。ただ、無地で着る場合には、まあ、特にこれからもう、これベースでシャツ羽織ったりとか、まあなんかジャケット着たりとかする人多いと思うんで、特に着用機会増えてくると思うんですけど、ここの首周りの汚れは割と気をつけた方がいいと思いますね。どうしても皮脂汚れとかついて汗かかなかったから明日も着ちゃえみたいな感じで着ちゃうと、それがたまりにたまって汚れになってちょっとこう汗じみみたいになっちゃったりするので気をつけてください。なのでできれば、まあ、僕は今年からやろうと思うんですけど、まあ着たらもう毎日洗ってあげるっていうのがいいかなと思います。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。もう僕の中でも究極の無地 T だと思ってるんですけど、まあ、いずれはね、そのさっきちょっと言ってたサンスペルとか、まあ、いいブランドの T シャツも欲しいですね。なんかそれはそれで気分上がると思うんで、なんか特別な時にというか、気合を入れた場所に行くみたいな時に、まあ、わかんないですけど、いいジャケット着る時とか、まあいいシャツを着る時とかにもう全部揃えて、いい T シャツも着るみたいなことをしたら、よりちょっとこう気分もシャギッとするかと思うんで、まあそういう機会を自分で増やすためにも、いい T シャツ今年は何か買おうかなと思ってます。この T シャツめっちゃいいから高ママさん着てみてくださいみたいなのがあれば、ぜひコメントにてお待ちしてます。じゃあ今日は以上で終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。